めっちゃこぼれとうやん。ちょっと。グッドナイトボーイのミッドナイトボーイ。ヒュー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 。めっちゃこぼれとうやんけど。ごめんごめん。あのね、ちょっとね、注ぐ音をさ、CM みたいにちょっと音を立てたかったっていうけど。最初の音は良かったよ。かしかしか、うん、ってやつだけ。その後がもう。ベチャベチャブタブタブタコポ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 コだいぶいってますねあれやっぱ足しとるなあれでも意外と拾っとる、ね、かもしれないね、うんまあ、とりあえず今日も、視聴者の皆さんも視聴者視聴者の皆さんも、はいメンバーも、はい、とりあえず乾杯いや久々に始まりました。いや始まりましたね。てかそのメンバー自体集まるのもかなり久々よね。そうですね、うんうん、かなり久々、うん、ちょっとね間が空いちゃいましたけれども、うんうんうん、でもやることはやってるもんね。でもちろんレコーディングもスタートしました。はいはい、うんうんうん、それで、最近ですか It's my life、 ライフ、うん、全然知らんかったボンジョビーの It's my life が歌ってみました。ついに公開されましたね、うん、演奏しました公開しました、はい、うん、ね、まあ反応は上々でしょうかね、うんうん、もういい感じ。これからかね、まあこれからさらに、うん、うん、そうだね、うんうん、まあ今回も、動画編集お疲れ様でした。ケイシー、ケイシー、ありがとうございます。本当ね、ケイシーはもう本当にすぐいろいろ大変だったな。いやいや、もう全然楽しくできましたよ。慣れてきた、はい、ケイシーね、久々会ってね、うん、編集ばっかりしてなかなか会ってないけど、うん、KC は KC やったか。 KC は KC やったかKC でしたね、それは。 KC やった、 KC やったっす、はい、うん、じゃあな、 KC はなんでそんなに KC なの。どういうことなんですかね。どういうだけ KC がなんでそんなに KC なのかっていうの前から聞きたかったんだけど、どういうことですか。なんで KC なのか、うん、あ、ちょっと質問の意味がわからんか。ケイシーがケイシーしい。いや、ケイシーはケイシー、ケイシーやろ。でも感覚よ。そう、感覚。どういう意味ですかっていう時点でもう、わかってない。全然ダメ。わかってない。はぁ。ちょっと質問難しかったね。わかりやすく言うと、はい、俺はマーサー、うん。俺はケイシーか。違いますね。違う。うん、千尋は千尋さんですね。ケイシーじゃない。そうそう。お前はケイシーです。なんでそんなに軽心なのか。いや、そういうことなのよ。そういうことなの。伝わりますかね、視聴者に。これロケがもうちょっと酔っ払ってきて、わけのわからない質問をしてしまった。ヒロさん、そういうことなのって言い切りましたけど、はいはい、もう分かる、分かった。なるほど。すぐ答えにはいかんのよ。なるほど。うん。そうですね。そう、全然分かってない。自分のことを全然分かってない。どういう意味ですかって言う時点でも、三流なのお前は。全然分かってない、ね。まだまだ三流なのお前は。はい、うん、これとちょっと全然わかる、うん、こうなるとは思えたな。はい、ということでございますね、ほんとに、はい、何しよった何しよった、ちょっとあれ中華またコロナもねえ、また何だに結局人数も増えてきてさ、うん、そうですね、なんかこれ第2波なのか、これはどうなんだ、うん、ねえ、わかんない、いろんなこと言われますから、これは検査数が上がってるから、そう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 、おのずと、うん、感染者も増えたように移るとか、うん、まあのくせに GoTo キャンペーンとか言うやろ、うん、そうね、使いたいのかようわからんけどさ、うん、そうだけど、どう動いていいのかがちょっとやっぱ分かりにくいよね、うん、でここにこうやって集まるのも どうなんだろうって思いつつ集まったりとかしようじゃんか、ねえ、いいよっち世間的には言われてるんやけど、うん、でも検査数がさ増えて、うん、こんだけ人数が発覚しました、うん、けどその人数いることにはもう変わりないからね、うんうんうん、それが うろつきまくりようらしいけどね、うんうん、もう
難しい、ね、まあ、しばらくこういうね探り探りな感じが続くんでしょうね。そうね、だから一向にライブの計画も立てられないというのが現状でございます。だからもう本当水面下でこうやって撮影して、うん、動画で みんなに楽しんでもらうしかもないということで、ね、実際ライブってもうやりよんのかね。やってるとこはありますね、うん、でもまあ距離を保ってみたいな。そうでもやってんだ普通、うん、だからもう配信ライブ今増えてますよね。うん、そういう配信ライブやってみる、まあ、でもありかもしれないですよ ね、 ね、そういう風にもしかしたら時代が移行していくかもしれないんで、うん、慣れてた方が、うん、まあね、もうエンターテインメント業も大変ですよ本当に。でもコロナも大変だけどさ、うん、俺たち地元福岡、うん、舞妓はミス舞妓は熊本、うん、大丈夫水害。いややばいよ、結構やばいっぽいですね。ねえ、うん、だってねこれ、まあ、ダメやったらカット していいんだけど、うん、ミス舞妓の実家とかはさ熊本の人吉市やん、うん、ね、思いっきしじゃんかねえ、うん、どうだった、ちゃんと連絡取った、俺と、うん、まあ、うん、朝知ったわけ、ニュース見て朝起きてテレビ見て、うん、なんか、ね、水が増えてます、ね、うん、みたいなニュース見て、うん、やはりちょっとやばいなって思ってたけど、うん、まあ今までそういう時結構あったから、うん、でも朝10その地域の名前とか出たの、あ、出ましたよ普通に人吉市から乗ったよ。でもそれも過去にもあったんですよ、うん、何回か、はいはいはい、まあ結構そういう風に雨が降るのと多かったんで、うん、ここ数年でやっぱね、うん、まあでも九州はちょっとこの何年か多いね、増えましたよね、うん、いや、でももうほんとあっという間よ、うん、でも、うん、本当に朝8時ぐらいにそのニュースを見て、うん、次朝10時、うん、もう、うん、うちの親が LINE 送ってきて、うん、動画送ってきて水がここまで来てる、で、もう屋根まで使ってるっていう、うっそーみたいな、で次11時ぐらいにニュース見たら、うん、今度はうちの近くの橋が2つに壊れてる、うん、もう私の実家ももう絶対浸水したなと思ったけど、ギリギリなんとか、うん、あの浸水はせずに済んだけど、復興中の幸いじゃそうやけど ね、まあ、ね、でももう街の風景違うやろね、もう全然違うよ、もう全然違うよね、うん、なんか本当にもうなんか、うん、まさかね、でも自分の、ね、うん、ニュースとかテレビとかでも見てたけどさ、いろんなところがそういう水害とか、でも舞妓さ、うん、普段テレビあんま見らんじゃなかったっけいや私ニュースは見るんですよ。あ、ニュースは見るのニュースだけは見るんですよ。バラエティとかも見ないのねバラエティとかは見ないですよ、つけてるのはつけてるけど、うん、ニュースだけは唯一見るんですよ。 あんまりテレビ見らんイメージがあったけどよく朝見てたなって思って、あ、ニュースは見んのね。ニュースだけで、あ、私が大事大事、はい、大事、ね、うん、バカにすんなよ大事大事、うん、いいと思います。いや、 やっぱこの年になってくるとなんかバラエティとかよりさ、なんかニュースの方が、なんか、なんだろうね、見なくなったね、バラエティ、なんかね、あんま俺も見らんくなってきたよね、うん、うん、なんか年取ったのかなみたいな。けど未だに俺は個人的に分からんのは、うん、なんで正月に駅伝見るっちゃろうみたいな親父たちってみたいな。それは俺も分からん、まだ分からん、未だに分からん。俺も駅伝とか全然面白くねえし、うん、正月ほら駅伝絶対親父たち見てなかった、うん、見てました、ね、見てなかった、いとこんちとか行ったら絶対駅伝ついとったもんね、うん、ちょっと正月やけんさ、うん、面白いバラエティ絶対ありようやんけ、結構お笑いとかやってますよね、うん、お笑いもやりようやん、うん、ヒットパレードとかも、うん、なんで駅伝を見ようとこの人たちみたいな全然もうこれ怒られるねいやいいんじゃない面白くないよね、絶対変わらんやん、なんかこうけどさ、やっぱ、うん、そのニュースとか、うん、そう分からんのよ俺も、全然楽しみ、ずっと絵が変わらんやん、 なんか、まあ、でも、うん、俺それ違うかもしれないですね、ちょっと面白くなってきました。何、どういうとこ、どういうとこ、やっぱそのドラマがやっぱあるんですよね、その走りの中にドラマが、そうこんだけ縮まってきたかとか、なんかその解説とかもそうだし、うん、なんかやっぱそういう面白い、ちょっと思うようになってきましたよ。あれもう脱退やねもう脱退やねこのメンバーの中で一番最年少やけど、うん、一番親父に近いマジか、そこの域には俺行ってねえわ。いや俺も行ってないな、うん、本当ですか、うん、行ってない。甲子園とかどうですか。あのね、俺野球大好
き派やったの、はい、あのもう中継が終わったらラジオまで聞く派やった、うん、野球好きだったガチですねガチやったんじゃけど、うん、甲子園だけは甲子園だけは全然わからん、うんうん、甲子園はわかるよわかるっていうか見るよあそうなの俺プロ野球は全く面白くないのよ俺甲子園は見れるその違いなんですかそれちょっと答えに近いかもしれない俺の中にあるのは、はい、プロ野球って何やろもう、うん、プロになった人たちやん、うん、もう何やろうなもうなーなーなのよあいつらはもうあいつらは呼ばれしためちゃくちゃ女やつですよこれはグッドナイトボーイの千尋の発言でございますレース千尋でございますあくまで個人のいやもうね、うん、夢を叶えた人たちのもう試合なのよあれは甲子園はねもう夢を追っかけ子供とかに夢を追っかけてきた奴らの集大成 の、 あの試合だだからさっきのマラソンも通じるんですよああそうだね同じ箱根駅伝も、うん、それにかけてきたじゃないですか、ね、そこでプロに行けるかも分かんないけど、うん、でもそこに本当の全力じゃないですか、うん、でしかも2時間3時間の話野球と最後の人ですよ、うん、どうでしょう箱根ってどれぐらい長くないもちろんあっ何区間があるんでトータル長いです、ね、トータルどれぐらいやってんのあれ2日間ってやってますよね、なんか全ちょっとあ、そうなの、はい、そんなことよね全区、校区、なんかいやさ、その千尋ってさ、うん、あの、サッカーは、うん、そのレアル・マドリードの試合みたいな、うん、超プロのやつらの試合じゃんうんちょっとなんか、親なんか目がつぶれるけど、うん、さっきの野球のは、うん、見ない理由と繋がらんくないちょっと矛盾が出てきますね、うんじゃな野球ってなんかねそもそも野球が別にそんなに、まあ、まずそんなになるよ、うん、まずはで高校野球、うん、野球というよりもその高校生たちのドラマっていう感じそう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 もう野球プロ野球はもう夢叶えた人たちのもうでレアル・マドリードだってそうやそれは、うん、なんか野球ってなんか遅くないなんかこう試合のなんかじゃあマラソンもやっぱ同じことが言えるそ う, う, そうだから退屈なのよなんかなるほど、ね、一球一球投げてこうで、うん、いやまあ、ね、バシッて投げてただその中に読み合いがあるのよ、うん、読み合いいやないよなあれはない絶対ねグッドナイトボーイのベース千尋の意見でございますサッカーはもう目が離せんのよもう、うんうん、目まぐるしく変わりますよねそう攻めとなんか野球はなんかねそのまあ、俺もサッカーそれでちょっと注目度浴びるようになって、うんうん、見るようになって、うん、ああこういう意味があるんだ面白いなっていうのを分かってきたけど、うんうんうん、分からんやった時は、うん、全然点入らんなほらいつまでやっとんねんみたいな全く入らんやんみたいないやだけどねそう手入らんのよ確かに、うん、ただその1点を見たいがためにリアルタイムでそうやろ、うん野球も一緒、うん、いや野球はその間のプロセスが面白いねいやちょっとね退屈なのね野球スピード感の話ですねそうスピード感が俺遅いのダメなのよなるほどねまあ、まあ、そう言ったらマラソンも遅いやん超だずっと変わらないの実際は絵が速く走るってことだ実際はすっげー絵が変わらんやんけ感じは本当は速いですけど間延び感はありますよねそう、うんうん、それ遅いのダメなの俺興味がなかったら走りを見るしか見えんし、興味がなサッカーでも興味がなかったらいつまでこれでボール蹴っとんねみたいな、ま、入らんの今日はいろんな方面を敵に回す一方的にでも面白さが分かるから肯定をしながらマイコーさんスポーツはなんかお前黙っとるけどなんかいや全くスポーツが好きなの置き去りにしとったよねかなりでリスマイコーかなり落ちてる、はい、入ってこいやんお前スポーツなんか見る見ないですよ、うん、あもう見ないんやね野球サッカーはかろうじてありますけどサッカーうんあサッカーわかんないうんけどあ私忘れてたバレーボールが大好きおおなんで何なんでしょうね千尋も大好き千尋も大好き大好き今なんか女子バレーが大好きちょっと変な顔してます何女子バレー大好き特に女子バレーが大好き私千尋さんと同じ理由で好きじゃないと思う別の俺は何をしとってやお前今鼻の穴が膨らんでたけどちょ何いや俺はもう本当ちゃんとちゃんとだ勝負の勝負をちゃんと見ようよ俺はもうあれ聞いた話と違う違うよね今長身の俺は何も喋った覚えはない俺たちが聞いたことでさ
調子に乗るのたまらんこれやめろこれもグッドナイトボーイのベース千尋の意見でございますそうだったねこれはカットするけんないやらしい踏み込んだ熱いでしたねグッドナイトボーイっぽくなってきたね、うん、どうすね、うん、グッドナイトボーイに俺あれ芸術として見ようやけんでその女性いやっぱ女性の方のなんていうかフォルムというかあれとか関係ねえ女性のフォルムやけ素晴らしいなと思いながら試合内容とか関係ねえやけ全然美しいなと思いながら俺はもう見方が違う見方が全く違ういやそういう見方あってもいいやろ別にそんな見方しようねバレーファンでもらうと思うけどねそうじゃないですからねいや絶対おるはずそれで応援しようと絶対おるはず日本チャチャチャとか言いながらホルモン見てるんですねホルモン見たら変なことになって応援しとんねん絶対おるはずどの部分を応援しとんねんマジで芸術やなと思いながら素晴らしいと思いながらゲーム関係ないですよ関係ないじゃねそのスピード感とかそれなんじゃないのフォルムやけねめちゃくちゃさどこ応援しとんねんマジでいやいやいろんな見方があっていいと思うよまあそうそうそう、まあまあ、楽しみ方は自由ですから楽しい方は自由ですから出ていいですけどめっちゃ面白いいやこんな話するつもりじゃなかったと大体が何の話で大体そうそうそう、うん、まあまあ本当グッドナイトボーイはさ そもそもほらもうこういう下ネタとか、うん、こういうもうね好感度のない話をしていきますよというところからバンド名のコンセプトがグッドナイトボーイですからお休みもう、うん、親もう子供はもうお休みみたいなとこですから、寛大な心で聞いていただければそうしたね寛大な心で聞いていただければ幸いでございます。いずれ R 指定になると思いますR 指定といえばあそうですね R 指定といえば来た来た俺はこのラジオで一番ちょっと興味深いところついに来たね待ってました、うん、KC がついにミッドサマーを見ました見ましたはいはいはい、はい、誰も感想聞いてません、うん、見たよね見ました見ましたあのねいや少なからず、うん、あの このラジオを聞いて、うん、ミッドサマー興味湧いて見に行きましたっていう人おるのよ、うん、おおるおるまあそのまあ良かった良くなかったさは賛否両論だとして影響を与えてる、うん、おいでその影響を受けてケイシも見に行った一人よね行きましたねうん、うん、でおさらいすると千尋はダメだった、はいうんうん、俺と舞子さんは大丈夫だった大好きだった、うん、さあ俺たち全く感想を聞いてません、ね、はい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 さあケイシなんでお前そんなに KC なのかこれ KC だからねミッドサマーどうやったもういいですそれなのいいです言いますよ、はい、僕は、はい、もうはっきり言って、うん、はっきり言ってもう見たくなかったですねおーしえほらただ、うん、ちょっと千尋さん意味は違いますね気持ち悪いとかもあったんですけど、うんうん、なんて言えばいいのかなこれは外れた俺予想本当ですかもう一回見たいとかいいよもう一回内容は結構気になるシーンいっぱいあったんですよ、うん、だけどそのうんもう見る気持ちはそがれたっていうかんもう二度と見たくない なんかこうメンタルが削られる感じっていうかわかりますかねメンタルを削られる削られるっていうかどの辺がいやもう全体的にと、うん、内容も言っちゃって別にいいですよ、ね、いいよあじゃあここからちょっとネタバレに行きますんで、うん、これから見ようと思ってる方はここからちょっと消していただいて、はい、そうですね、うんうん、じゃあネタバレ行きますねはい、うんはい、どうぞ冒頭のシーンとかもそうですよ、うん、いきなりその家族が、うん、まあ自決する感じだったりとか、うん、はい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 、はい、でそういう描写かなと思ったらいきなりなんか明るい世界に変わって、うん、精神えぐってくるよねえぐってきますよね、うん、あと老夫婦の飛び降りるシーンも、うん、あれ序盤じゃないですか、うん、ボログロテスクな、うん、グロテスク感じやったりとか、うんうん、で、まあ、映画の話なんですけど、うん、割とその本当に合ってるんじゃないかみたいな、うん、ところも感じたんですよねこういうのは本当にそういう国で合ってんじゃないかみたいなだからね、うん、あそこ何ちゅう国だったっけどこだったっけあれノルウェーじゃなくてフィンランドあフィンランド
かなり風評被害だっていう、そのあれもあったらしい、うん、フィンランドの人たちにとっては、うん、本当に白夜の国はあるわけじゃん、そこの人たち昔のあれもやってるらしいですもんね、本当に、うん、そういう祭典といいますか、うん、だから風評被害だっつって、うん、いうのもあるみたいやけどね、ただでも内容はやっぱ結構興味深かったんですよ、見たくはないけど、うん、答えを知りたいって感じだったんですね、あの考察サイトとか謎は知りたいと見ましたね、この謎を知りたかったとか、こういう隠し、あの絵画とかいろいろあったじゃないですか、あれも見落としいっぱいあったはずなんですよね、はいはいはい、そこにもメッセージがあったっぽくて、へそういうのを後で見て、え、その辺俺知らない、いろいろあった、一番冒頭のシーンでそのダニーですか、主人公、うん、が家族亡くなってベッドで寝るときに、うんうん、そのダニーとその最後熊の、うん、ああ、その絵画があるそこにあるんです、あるあるある、ある、ここでもうそう、いや俺も見たのよ解説みたいなの、あそれ覚えてない、そうですよね、リアルタイムで見ると、うん、そういうのが散りばめられてる、うん、ただ俺その最初に絵を見たときに怖い、俺それすら怖かったけど、なこの絵何みたいな、うん、俺ちょっと覚えてないわ、覚えてる、あるあるある、覚えてない、あの部屋にやっぱ熊と少女の絵があるのよ、意味のわからなさにもうその時点でちょっともう気持ち悪いなっていうのはあったもん、俺やっぱり、うん、もう一回見たよ、うん、そういう意味でもう一回見たい、ね、もう一回見たい、うん、考察見た後にもう一回見るべきかなと思いますね、しかもその絵結構でかかったよね、でかいですね、全然俺最初に気味悪いって思ったもん、このちょうど画面にこの熊の絵と人間の絵、ちょっと覚えてない、うん、そういうのが結構ちりばめられてます、その色他のシーンでもそう、あそう、はい、うん、で結果的に警視はもう見たくない、見たくないですね、気持ち悪い、うん、でも面白かった、面白かった調べはしたいけど、あでも面白かったっす、面白かった、面白かったっすけど、もう次は疲れるな、うん、しかも映像もそうし、僕的には音も疲れましたね、なんかその結構不協和音っていうかバイオリンね、うんとか、はい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 、もうそういうのがもう嫌なのよ俺も、そう千尋は絶対嫌、いやもう不協和音的な、うん、あと一つ決定的だったのが、はい、これちょっと現代的な話かもしれないですけど、はい、それこそ YouTube で編集とかしてるじゃないですか、うん、パッパパッパも切っていくじゃないですか、うん、はいはい、今それが主流、そうだね、そうやね、で、うん、これあんまり映画を見る人としては良くないんですけど、一個一個のシーンがすごい長く感じたんですよ、ああ、うん、今のその動画をお前編集してるから、まあ、だから映画を見る楽しみが結構減ってるかもしれないです、単純に職業病なんか長っみたいな、うん、でそこで引き込まれてたけど長いことにちょっとストレスを感じた、うん、そうそうそう、だけどあれみたいな良くない傾向にあるみたいな、いかんねそれは、ちょっと思いますよ、せっかち人間になるよ、そうそうそう、もともとせっかちだったけど映画とかそういうとこでも入ってきとるわと思って、あれはじっくり余韻を楽しむ映画だから、そうそうそう、うん、いかなと思って、それはもうちょっとお前に動画編集はさせられないちょっと今度本当にそれもでも思っちゃったんで、あれみたいな、じゃあなおさらさ、なおさら映画の方が良かったね、うん、家やったら飛ばしとかの可能性はありますよ、だから、うん、マスさんが映画館で絶対見ろって言ったのは、うん、あれは余韻を本当に映画館とかで楽しむやつだから、うんうん、映像もそうやけど音が気持ち悪かったですね、なんか気持ち悪い、うん、いや、じゃあやっぱり気持ち悪くてダメだった、そうですね、え、完全にこのグッドナイトボーイの中でも2-2に分かれましたね、うん、こう気持ち悪い、ダメですねっていうのと、けど俺とマイクこうさんの予想ではケイシは面白かったっていうっていうのが予想やったよね、なんやかんやででも面白かった最高なんじゃないかな、面白かったも面白かった、そう面白かったけどもう一回見るには疲れるなって感じですね、やし気持ち悪いし、でも内容はちゃんと答えを自分だけ出しておきたいっていう、そこに対する好奇心あるんですよ、だから完全にどっち寄りでもないってちょっと思いますよ、いつもお前いつもなんかこうどっちでもない感じ、みんなの気持ち分かるよって感じです種中立地点やねお前なるほどね、すごい興味深かったっす、まあこ、まあ、メンバー全員見ました、うん、この話題作、はい、人気上昇中の最中にコロナでちょっと上映がちょっとね、うんはい、一旦ストップした、今ありよいよでもあまだありよいよね、うん、だからまた再開したと思うんで、これで合ってるんですか、うん、その合ってるとこはやってる、本当にちょっと興味ある方はあなたはどっち派なんだろう、うん、みたいな、
素晴らしい中法は素晴らしい中法で必ず意見はある方だから、こんなに賛否両論分かれる映画中のもなかなか珍しいということで、これお聞きの皆さんでまだ、まだ見てない方はぜひちょっとね、見ていて私はこうでしたよみたいなお便りでもくれればね、もうね、もう叩きまくりますんで俺たちが戦われまくる方かじゃあもう一つ最後の告知しときますね、ちょっとね、あ、いや、これ千尋がプレゼンしてくれた映画なんやけど、今俺一番見たい映画あって、けど見るのが怖くてちょっと躊躇してる映画があるの。俺がプレゼンしたの？そう、あー、あれだ、何よ、何よ、タイトルでね、うん、ハウスジャックザビルド中。おお、覚えてる。なんそれ、覚えてない。プレゼンした本人が覚えてないね。めっちゃ怖いやつがあるんよって言ってたじゃないですか。なんそれ、途中退席者する人がおって、あの、え、なんで覚えてる。試写会とかでも、試写会で流されて、途中退出者続出、言ったじゃないですか。やばいやつ。いや、俺見たの、それ。いや、見てないですよ。ああ、これやべえやつらしいよっつってプレゼンして、気になってて調べてたの。そしたらね、俺が一番きつい映画、今まで見てきたきつい、今まで一番っちゃ言ったらあれが、ダンサー・イン・ザ・ダーク中有名な作品、あ、なんか病気としたよね、俺あの作品、この作品も、賛否両論分かれてる、最高、感動した、もう最高っていう人もいれば、二度と見たくない、俺見てないっていう作品なの、ダンサー・イン・ザ・ダークは、俺は当時そのダンサー・イン・ザ・ダークを映画館まで見に行って、二度と見ない、そしてこのあと一緒に見に行ったやつと一緒にご飯食べて帰ろうかっていう約束やったのに、いや、もうご飯食べる気にもならない、帰ろうかっつってぐらいへこんでブルーになって帰った映画やった、でも最高っていうやつは最高なの。ちなみに、え、マサ以外 見てないの？見た、見ました、見ました、まあ、けど覚えてないですじゃあなんで名乗り出たい。最後まで見たのは僕最後まで見たということは覚えている、けど記憶に残ってない、記憶ないだから、でも何も響かなかったってことですね覚えてないやん、まあ映画に関してはあんまり集中力のない人やからね。あ、だから大抵の映画は5分で寝るけど、それは最後まで見たから面白かったの、面白かったと思うんだよね。でも覚えてないやろ。覚えてないですねじゃあ、ケイシーは？俺、3割しか見てないんですよね。3割3割、3割、いかにかみたいな言い方したけどね。3割そうですか。でも、もう気持ち悪かった印象は非常に覚えてますね、はい、気持ち悪いか、まあ、なんか不気味っていうか、いや、もう暗いんだよ、もう救いがないの、暗いっていうのは覚えてる、改めて見てみるといい。で、俺の中ではね、もうミッドサマーより心をもうかなりえぐってくる作品やったの。その人、そういう作品を撮らせたらもうね、そういう作品を撮らせたらもう天下一品の人なんやろ、ね、監督？そう、千尋が言ってた、そのハウスジャック・ザ・ビルド、途中退出者続出、ある殺人鬼をテーマにし、スリラーなの、その人がスリラーを撮ったの。ダンサー・イン・ザ・ダークはスリラーじゃないよ、その人がスリラー手掛けたらしいんやけど、その人のスリラーとかヤバすぎるやろみたいな、っていうちょっと怖い、怖そう。それもうあれなってん、あのレンタル、それが、Amazon プライムに出た、出ちゃったんで。マジっすか。これグナボメンバーでみんなでちょっと見てみません、全然ですね、試写会してます、怖いよ、俺怖いよ、やよ、あの、ね、精神えぐってくるよ、マジで怖い。で、本当にダンサーじゃなくみたいになる可能性もあるんですよね。もう俺もうちょっと大丈夫ですよ、なんでもう泣いてんですか千尋が泣きよる、俺怖いの見たくないのよ。みんなで一緒に見ようよ。あ、みんなやったらいい、一人で見たくないのよ。そう、これはみんなでね、みんなで見よう、みんなで分かち合えよ、みんなで見よう、一人で俺見たくないのよ。みんなで手つないで見よう、手つないで、ほいで、みんなでその感想を次の
次のラジオで、うんうん、みんなでみんなで感想言い合おうよ、みんなで見よう、手を取り合ってみんなで見よう、千尋さん真ん中に座っていいの、みんなで見よう、みんなで見よう、お一人で見たくない、俺は一人で、うん、お前一人じゃないみんながいる、うん、みんないる、一人じゃない、ずっと一人じゃない、一人じゃない、一人じゃない、絶対、うん、絶対一人しない、うん、ずっと一緒、もう一人でもう嫌やもん、もう一緒に一緒の気持ちだろこれみんなで見て、みんなで感想言えばいいじゃない、もうなんでお前にそれがわからんのか情けないみんなで見よう、みんなで、みんなで見よう、分かっちゃおう、ちょっと途中退出するのかね、この4人の中で、それやってみようよ、うん、今度やって、うん、そしてレビューを語ってみよう、そうね、うん、あ、楽しみですね、でもね、どうなるんだ、そして、うん、そのこれ興味湧いた方、ハウスジャック・ザ・ビルドちょっと見ていただきたい、耐えられるのかというところね、ちょっと今度の課題にしましょう、そうですね、うん、音楽の方もちゃんと頑張りますね、頑張れよ、頑張ろう、頑張れよ、うん、もうまたじゃあレコーディングも進んでるんですよね、今、あっ、うちのとこいは、まあ、勝手なことは言えんかもしれんけども、うん、近日オリジナル公開するんじゃないかな、ついに行きますか、まあ、ちょっと聞かんかったことをしとって聞かんかったことをしとってということで、今日もミッドナイトボーイ最後まで聞いていただいてありがとうございますありがとうございます、じゃあ舞妓さん、締めの言葉よろしくお願いします、 OK、 もう終わっちゃうんですか、ワルチーやんけ、もうどんだけ喋っとくやもんワルチー言うやんけ、じゃあまあ引き続き皆さん Please take yourself、 じゃあまた See you next time、 バイバーイ、バイバーイ、じゃあねー。